意外と早かったのですね。上皇様、14年前の反乱時に罪を背負った者たちの赦免の目処が立ちました。やっぱり俺たちがいないとダメってことですよね。あのお方は上皇様を何も分かっておられない。相変わらずだな。乾杯だ。遅ればせながら即位おめでとうございます。純な天皇様、国主としての働き誠に大義であった。戻ってきてくれて嬉しいぞ吉野。天皇様のためならどこにでも馳せ参じます。嬉しく思う。しかし予想よりもだいぶ早い即位になりましたね。いや、私からしてみればだいぶと遅いくらいだ。ここだけの話、佐賀上皇様はほとんど政治をせずに監視に熱中していたからな。なるほど。そのせいで藤原北家の者が自由に泳いでいるというわけですね。お主らしい物言いだな。しかしたとえお主であっても争うことは許さぬぞ。ご安心ください。そのようなことはいたしません。家同士の争いなど百害あって一理なしです。聡明なお主をからかってみただけだ。本気で言ったのではない。変わっておりませんね。そう簡単に人は変わらぬ。さようにございますな。私も昔と変わらずに純な天皇様に神明をとしてお使いいたします。困りごとがあれば何でもお申し付けください。よろしく頼む。藤原式家、藤原の吉野、呼び戻されたというのは誠にございましたか？これはお継ぐ殿、お久しぶりにございます。今しがた挨拶を終えたところにございます。さようにございましたか？聞きましたよ。日本後期の編纂事業を任されていると。さすがは藤原式家筆頭のお継ぐ殿。今の式家に筆頭などという人物はおりませぬ。それに冬継殿が2年前に漢学院を建立したことで藤原の家は一つにまとまりつつあります。そんなことになっていたのですね。それは知りませんでした。てっきり藤原北家が暗躍しているのかと。暗躍しているのはむしろ皇族の方かもしれませんね。カチコ様ですか？あくまでも憶測の話ですが、もし次に争いが起きるとしたら皇位継承に絡んだものになるでしょうね。間違いありませんね。この二人の予想は約20年後、上和の変という形で的中することになります。真夏殿、こたびの平勢上皇様の尊号を除く件は承服しかねる。さようにございますか。お忙しいところお時間を割いていただき誠にありがとうございました。申し訳ない。平勢上皇様にくれぐれもよろしくお伝えください。失礼いたします。平勢上皇に長年仕えている藤原の真夏は822年に受参位となり苦行の座に復帰しました。兄上、お久しぶりにございます。冬継ぐか、元気そうだな。兄上も元気そうでよかったです。苦行への復帰おめでとうございます。右大臣に言われると皮肉に聞こえる。決してそのようなつもりはございません。冗談だ冬継ぐ。上皇様が気にかけておったぞ。腹立たしい内丸の次男はまだ生きているかって。上皇様らしい物言いに懐かしさを覚えます。元気に右大臣をやっていると伝えておく。またな。はい、今度会うときは一緒にお酒でも飲みましょう。右大臣しか飲めない高い酒を期待している。横になられてください。座っている方が落ち着く。それにしても
珍しい来客だな。来客？相変わらず勘が鋭いですね、兄上。足音でわかる。真夏、下がってよいぞ。かしこまりました。何かありましたらお呼びください。まったく、いつまでたっても私の元から巣立たぬ男だ。中二に熱い男ではありませんか。さすがは内丸殿の長男。その名前を出すな。虫図が走る。相変わらずですね、兄上は。今日は何の用だ。暇なお前と違って私は病と戦うのに忙しいんだ。14年前の反乱時に罪を背負った者たちの赦免の目処が立ちました。純な天皇の名前で行います。それでよろしいですか。勝手にしろ。承知つかまつりました。もう14年も前になるのか。そうですね。今でも時々考える。もう少し遅く仕掛けていたらと。田村麻呂殿と内麻呂殿がいなくなった後に仕掛けられていたら、間違いなく私は負けていました。私は運がいいのかもしれませんね。クスコが敵を打ってくれたのかもしれぬな。いや、寂しかったのかもしれん。もうすぐそっちに行くぞ。兄上、お気を確かに。そのようなことを口にするべきではございません。私がいてもいなくても明日はちゃんと来る。その程度の存在だ。未練はない。それに上皇が二人いては窮屈だ。老害は一人で十分。兄上らしくない。お前が私のらしさを決めるな。100年早い。兄上。もう帰れ。私の病がうつり、お前と同時期にあの世に行くなど真っ平だ。真夏、お呼びでしょうか。兄上のことよろしく頼む。承知つかまつりました。では今日はこれにて。また参上つかまつります。暇つぶしで来られたらたまったもんじゃない。あのお方は上皇様を何も分かっておられない。私の方が100倍分かっております。張り合うな。お前の価値が下がる。申し訳ございません。以後気をつけます。それならよい。真夏、今まで私に仕えてくれたこと本当に感謝する。私なき後は冬継ぐより長生きをしろ。そしたらお前の勝ちだ。私は上皇様に仕えることができて幸せにございました。冬継ぐに勝つよりも一時でも長く上皇様にお仕えしていたい。そうか。期待に応えることができずすまない。平勢上皇死す。享年51。意外と早かったのですね、上皇様。退屈だったのでな。やっぱり俺たちがいないとダメってことですよね。調子に乗るなと言いたいところだが、やはりお主らがおらぬと刺激がなくてつまらん。ありがたき幸せ。死してなお上皇様にお仕えすることができるなんて。私はもう上皇ではない。同じ死人よ。仕えるではなく対等に酒を酌み交わそう。楽しくなりますな。クスコと二人ではどうも楽しくなかったのですわ。それはこちらのセリフです。相変わらずだな。乾杯だ。
さて次回の百花繚乱歴史伝は、清原の夏野が提案した制度、新農人国にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。